来るおじさんなんで、もう皆さんと被らないように女の子にしたね。大丈夫だ。はい、オッケー。テンション上がる。What in the fuck is happening? え、もう来たとかじゃないよね。皆さんお待ちかねのプリケツアングルですよ。ほら、プリケツアングルですよ。皆さん大好きでしょ、プリケツアングルが。やっぱり、まあ、冗談ここまでで、ああ、そうっすね、ジェイソンむずいっすね。ちょっと教えてもらいましたよ。昨日なんてめちゃくちゃ舐められましたからね。本当に舐め腐りやがってって思うぐらい舐められたんで、あれはちょっと傷つきましたね。今日もね、一回もジェイソンになってないの。じゃあジェイソンがプリケツ好きだから、このアングルでジェイソン、あのアングルでジェイソンに立ち向かえば勝てるんですよ。あの10秒ぐらい止まってくれます。あのザ・ワールドと同じ効果があるんですよ。ザ・ワールドと同じ効果があるんで、女の子ってザ・ワールドが使えるんで。緊急回復薬、鉄パイプ、結構広いロッジっすね。いろいろなことがありそうな気がするけど、鍵閉めてんのか。まあええけどやな。え、ちょっと待って、ここも鍵。お、はい、あー、ちょっと鍵開けますか。鍵がある可能性もあるんで、これ何？あ、電話ボックスのヒューズね。ってことは、外部に電話でき、あ、来た。あれ？違った。違いました。すいません、お恥ずかしいです。いや、近いな。近くにおりますわ。ちょっと待って、近くに来る、近いわ。近いっすね。近いんで来る可能性ありますね、本当に。どうしよう。トイレに隠れててもな。女子トイレでーすって言うか。これ女子トイレなんで、ジェイソンさん男性なんで入れないですよ、作戦。ありかもね。ここ女性専用ですよ。って言って、ジェイソンも、あ、すいません、お、僕男性なんで、ちょっと女性トイレそういう入れないんすねっつって入ってこないっていう律儀の可能性もありますね。それで無敵じゃない。いや、無敵ですよ、そう考えたら。やっぱベッドインして、ベッドインがくれっすね。2階のベッドに隠れてたら多分ジェイソン来ないっすわ。2階まで上がってこないんじゃない。でビビらしてるけど、近くにはいないはずですね。近くにはいないんで、走っていくか。とりあえず車がどこにあるかをチェックですね。あ、これ絶対も隠れれますよ、普通に。クローゼットごと突き刺されますけどね。クローゼットもベッドの下もいろんなとこ隠れられますよ。いるね、来るね。マジか、ここ荒らされた後やな。だから変な話、こうやって、あれ、こうやって隠れられるんすよ。こうやって、ほら、そう、僕は何でも経験してますよ。でもこれでもしジェイソンが来たらもう罪ですけどね。この場合は、そう、大体の死に方経験してるんで、大体の死に方は経験してます。
あれこれってバッテリーよね。鍵がかかってんのか。窓から入るしかないですね。ちょっと待って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 、曲曲曲。え、近いのかな。待て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 、ベッドイン、ベッドイン、ベッドイン。困ったらベッドインです。困ったらベッドイン、困ったらベッドイン、困ったベッドインです。大丈夫かな。困ったらベッドインで一回、あ、一回ワンエスケープできるんで、ベッドインで。あ、そうそう、息を殺すんですよね。あれ、バッテリー誰か持って行ってますね。このヒューズがないのか。誰か持って行ってますわ、バッテリーを。じゃあ車のとこ行きまで行きましょうか。下手し車がもう何かありゃ動くっていうレベルまで来てるかもしれない。Hey! ハロー、白ジャージギャル。ここもジェイソンにやらかされてる。疲れすぎでしょ。ここはまだ荒らされてないっすね。そう、プリケツでヒッチハイクしたらいけます。変な、なんか変なモテなそうなアホな男だったら大体引っ掛けれるんで、あのノブコブの吉村とか、あとあの入江もいけますわ。入江さんも誘える、あの宮迫さんも誘えます。プリケツで、プリケツでいけば大体男を落とせるんで、大体の男と、あのゾゾタウンの前澤社長もいけます。プリケツ出してれば大体車に乗せてもらえるんで。つか車がないっすね。まず車を探そう。車がないっすわ。そう、プリケツは正義ですよ。バンコク共通なんで、モノマネと一緒レベルです。モノマネとか笑いは世界を救うってあるじゃないですか。だからプリケツが世界を救うも結構ありますからね。全然車ないっすね。車がないとどうしようもないんですけど、ちょっとかなりリスクはありますけど、車探しの旅をしましょうか。ちょっと休憩。あ、はい、頑張ります。ぜひ奈々さんも配信楽しみにしてますよ。いやー、この大通りを走るっていう体でいいのかな。来てるかな。来てないっすね。あれ、ああ、もうこっから先はないのか。こっから先はいけないのね。これなんもないでしょうよ。ああ、つまずいた。ここはなんもなさそうっすね。むしろこんなとこまでジェイソン来ないっすよ。はね、海ジェイソーが無敵なんで、あんまね泳ぐのはおすすめしないんですよね。泳いでると一瞬でジェイソーに持っていかれるんで、
泳ぎは禁物ですよ。慢心したことないっすね。常に警戒心マックスなんで僕。来たらスコーン行きゃいいんで、威嚇するんで、大谷翔平くんばりのスイングを見せるんで。ちょっと体力回復いやいやいや、あれパフォーマンスです。パフォーマンス。ここ鍵かかってんのか。入るか。一回入ったことありますかね、ここ。あ、そうかもね。それはありますな。なんもなさそうだな。あ、上手。いいっすよ、無理して打ち直さんで。だいたい食い合わされてますね、ここは。車がないんで、車が見つからないっす。ここまで遠くに来るとさすがにジェイソンも、まあ、一瞬でマップ移動できるから。マジですか。どうすんですっけ。警察を呼ばないといけないんですよね、確か。警察に保護狙い。車なしで逃げる場合ってどうなるんだろう。ちょっと休憩。ハハ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 。電話ボックスのヒューズしかないから。はい、ありがとうございます。頑張ります。お付き合いくださりありがとうございました。また来てください。ここも来たことある気がしますけどね。全然車なしで逃げるっていう手法はありだと思うんですけど、あそこはキャンプか。キャンプ場なんてなんもないでしょうよ。ここで寝袋で入ってたら寝袋で死ぬってやつでしょ。泳ぐってのが一番危ないんで。あ、やっぱそうっすか。あれってさ、船？赤いライト。こう救難進行でどうこうとかないのかな。関係ないか。ん？爆竹か。やっぱそうっすよね。ボートで逃げますか。話にしてたらどうなるかってことで、やっぱしっかりとジェイソンに教えてやらないといけないんで。無理ですよね、それは。それは無理だ。もう分かってますもん。殺されたし。あれかな。海の中じゃジェイソンが無敵なんで。
た。またやらかした。あれ、ボートに見えたんだけどな。違ったか。あ、そういうことね。向こうが蛮神じゃないと無理ってことね。泳いで逃げてもいいんですけどね、チャレンジしても。多分このジェイソン上手くないんで、下手して泳いで逃げれるかもしれないですよ。行ってみましょうか、泳いで。多分泳いでいけますよ。多分このジェイソンの人僕並みにレベルが低いと思うんで、行ったりましょうか。多分このジェイソンの人初心者だから、あの、全然余裕だと思いますけど。待て、スタミナスタミナスタミナ、これスタミナマックスでいかんと。さすがに痛みなマックスで近い距離で行きますわ。だってもう来る気配がないもん。逃げてっつってるようなもんでしょう。明らかに明らかに。あ、またこれはまたやらかしたですよね。あの、ありえないもん。この時間になって何もなくてっていうのだと泳いで逃げれますよ。やっぱそこは利用させてもらわないと。どっちがチャンピオンかっていうのはやっぱちゃんと教えないといけないんで、こうなっふざけてやってるとこうなっちゃうよっていうのはやっぱ教えないといけないんで、僕が。近いかな、近いかな。一応エネルギーマックスまで回復させてから行きましょうか。よし、ゴー。逃げれます、多分行けますよ、余裕で。そんなビビることでもない気がします。普通だったらジェイソンに一緒に沈められるんですよ。ですけど多分本当分かってないんで、このまま逃げ切れますよ。これってありえないことなんですけど、ほら曲だけが焦らしてくるだけで全然余裕っすわ。この間をそれ抜けたら終わりっすよね。いや、もう全然余裕ですって。プリケス、スイミングで勝ちです。あれ What? あれあれ、え、これでクリアじゃないの。ここ抜けたらクリアって思ったんですけど。いや、ここ、あ、ボート。ボートがありましたかね。でもここに隠れてたら勝ちじゃないですか。こういう時のためにやっぱ水着がいいですね。ああ、やらかし案件、やらかし案件。ああ、甘く見てた、甘く見た、甘く見た、甘く見ました。完全に甘く見ました。完全に甘く見てた完全に甘く見てた